日常運の食旅へようこそ。さて本日の運はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら業務スーパーの冷凍レモンチーズケーキを食べたいと思います。これなんか似たようなのはいっぱい食べてるんですけど、これはまだ食べたことないんですよ。なので楽しんで食べていきたいと思います。さーて、どんな感じなのかな。冷凍なんですけど解凍できてるかな。大丈夫そうですね。それでは、これ先に開けとけばよかったかな。あれ、どっちやろ。はい、蓋を開けるとこんな感じになります。ちょっと光で見えにくいですねこれ。まあ食べてみればいいですか。では、おっと、ちょうどいい感じにとろけていますね。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。本当にすっきりさっぱり爽快感がありますね。美味しいですね。もっと大きなサイズで食べたくなるな。レモンの酸味はしっかり感じられてさっぱりしており、中のチーズクリームも濃厚で、下の方のビスケットでちょっと食感の変化もあって うまく調和していて美味しかったのですが、酸味の比重をレモンに置いているゆえなのか、人によってはチーズケーキの濃厚さはちょっと重く感じるような部分もあるのかな、ではないかなと思いました。なのでチーズの濃厚さを求める方にはおすすめですね。反対にさっぱりとした酸味を求める方は結構このチーズクリームが重いので避けた方がいいかもしれないです。なのでちょっとチーズに何を求めるかで好みが分かれるかなと思いましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。自分はどちらも好きなんですけどね。それでは、立春や約束守るのに過ぎ去って、どんだけ儚いんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の日本でお会いしましょう。